今回は、伊是良夏子さん、どうもありがとうございますということで動画を出させていただきます。先日から何個かね動画を出させていただいて、非常に多くの方にご視聴いただいております。誠にありがとうございます。で、今まで出している伊是良さん関連の動画を確認したところ、ちょっとタイトルとか省略しているところもあるんですが、最初に出したのが、JR で車椅子ユーザー乗車拒否に遭いましたってやつですね。これがね、1080回回数見ていただいてます。まあ、こちらの端数とか切り捨ててます。で、2番目に出した伊是良夏子さんの続報、社民党の対応についてというのが2360回で、3番目の不支持率 97% というのも770回ご視聴いただいております。それと4番目に出した鉄オタ視点からの現場検証、木の宮駅に行ってまいりまして、この件についてフォーカスを当てて実際現地で撮った動画が、これが2390回ご視聴いただいております。それとこの気になるニュースからシリーズとは別に、他の方の木の宮駅のその紹介の動画というのは何個か僕見つけたんですけど、その絵だけとか文字だけ入れてみたいなのがあったんで、ちょっと鉄オタ視点から、完全にこの件とは別に、木の宮駅をご紹介させていただいた動画があるんです。まあ、タイトルには、伊是良夏子さんの名前使わせていただきましたけど、まあ、内容的には、この車椅子の問題は、入れてません。それが、なぜか3880回で一番ご視聴いただいてます。この鉄オタ視点から、それからこの木の宮駅ってこんなとこですっていうやつが、未だにこれ非常に回数がどんどん増えていってます。本当にありがとうございます。それと一番最後の、まあ、これも気になるニュースからシリーズということで、社民党が JR に謝罪を要求、JR にね、この件のその、まあ、認識見解を言って、ちゃんと謝れという社民党の幹事長発鳥なんちゃらさんって方がコメント出したやつについて、ちょっとそれはないでしょっていうやつが、660回ご視聴いただいてまして、この動画6本で、11,140 回ご覧いただいております。まあ伊是良夏子さんにはね、直接お会いするようなことがあったら、本当に感謝の気持ちをですね、ぜひ聞いていただきたいんですよね。今までこの出した動画というのは、そのバリアフリーがどうのこうのについては、僕もそんなにそれはね、確かにそう思うんですよ。で、ただその伊是良夏子さんという方が国政政党社民党の常任幹事をされていらっしゃる方だったり、これについて社民党がそういったこの幹事長もいろいろ言ってたり、あとは石川優美さんですとか、室井佑月さんとか、まあ、そういう方もね、なんか非常にこうふざけんな的なことを JR に言ってたりしてると、まあ、僕鉄オタなんで、その JR の職員さん、まあ、JR のみならず鉄道会社で勤める方の、お仕事の大変さというのはよくわかっているつもりなので、まあ、こういうところまで文句を言われると、まあ、一民間企業にそこまでする義務があるのかなっていうのが、もう正直な感想なんです。で、バリアフリー法を盾にいろいろ言っていらっしゃいますけど、そもそも木の宮駅っていうのは一日の乗降客が乗車人数だったかもしれないですね、そこがバリアフリー法が適用になる1日3000人以上っていう人数よりも大幅に下回る1100人とかそれぐらいなんですよ。ただ熱海市の方でいずれその木の宮駅にエレベーターをつけるということは決まっているそうなので、その政治的なお立場を利用した僕は恫喝、脅迫、世論操作、印象操作というふうに見えたので、それでまあ、僕実はスースさんのこの件の動画を見るまでこの騒動って知らなかったんですよ。なのでやっぱりスースさんの影響力っていうのは改めてすごいなということを確認いたしました。それともう一つですね、伊是良さんが真剣にその、まあ、障害者というお立場のみで
国政政党とかそういうことをね、利用せずにバリアフリー化を、まあ、バリアフリーをということを叫ぶのでしたら、ぜひ行っていただきたいところがございます。それは、こちらです。JR 上越線、土合駅でございます。普通の人なら約10分ぐらいで、登れるそうなんですね。先日僕もね、こちらに行って動画を出しましたので、まあ、この土合駅の様子というのは概要欄にリンクを貼っておきますので、まあ、ぜひご視聴いただければ幸いなんですが、まず場所は群馬県利根郡みなかみ町、指そ 218-2 にございます。高崎から約70キロ、69.3 キロほど、北の方に行った、まあ、もうすぐ行くと新潟という県境にある駅なんですね。新潟方面に向かう上越線のホームは、新清水トンネルという長いトンネルの中にあって地下駅なんです。で、階段をなんと486段。この間の木の宮駅が階段24段でしたから、それの20倍の階段がございます。体のね、不自由がない僕がホームから駅舎まで、地上の駅舎まで行くのにですね、約10分ほどかかりました。谷川岳の、最寄りの駅ですので、登山シーズンにはそういったお客様がご利用されるんですが、まあ、1日に電車がわずかな本数しかありませんので、まあ、登山される方もこちらの駅よりは上毛高原という新幹線の駅を使われたりですとか、あとは車で行かれる方も多くいらっしゃいます。なので1日の乗車人数というのは2013年のデータなんですが、バリアフリー法の適用基準をはるかに下回る19人です。僕も現地に先日、行ってまいりましたが、1日の日に行きましたが、周りに民家もありませんでして、なんでこんなところに駅があるんだろうみたいな、そういう、まあ、秘境みたいな場所なんですね。かえって観光で行かれるというんでしたら、伊是名さん、こちら土合駅の方が絶対にいいです。話題にもなると思うんですよ。突然この土合駅に行きたいと。こちらね、無人駅なので、もし伊是名さんがお電話とかをされるのであれば、近くの友人の駅が、最寄りがみなかみという駅なんです。温泉もある有名な駅でございまして、そちらにお電話されて、今から行くから駅員さん 4,5 人揃えろと、ぜひおっしゃってみてください。ただ僕も水上駅の様子を見たところ、駅員さん多分普段1人か2人ぐらいしかいらっしゃらないご様子でしたので、まあ、大きな駅の高崎にですねお電話されて、だいたい高崎からこの土合まで1時間ちょっとぐらい乗り換えがあります。水上駅で必ず乗り換えがあるので、そこから土合駅というところに行きたいと。で、階段484段上がるので、ぜひね、そういうことを言うとですね、マスコミが嫌が応にも取り上げてくれて、バリアフリーに対する議論というのが、世の中全体にこう巻き起こると思います。木の宮駅というところがもうすでにエレベーターが熱海市によって取り付けられる予定があるとか、まあ、24段でしょ。なので、まあ、まあ、24段確かにね、段差僕も見ましたけどあるんですけど、24段というよりも階段486段っていう方が多分世の中のインパクトは絶大だと思うんですよね。また木の宮駅ではないですね、この土合駅の少しだけ様子はこの動画にも入れておきますので、伊是名さん、もしまたは伊是名さんの周りの方、もしこの動画をご覧になったらですね、ぜひこの土合駅という駅を検討の一つにぜひ入れていただけたら幸いでございます。ということで、今日はですね、今まで伊是名夏子さん絡みの、動画に対する、
内容の説明、視聴回数などのご説明と、あとはイゼナさんに感謝のお言葉を申し上げたいのと、あとはご提案ということで動画を出させていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。今回もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価などもぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。